もがチャンネル。どうも、もがみもがです。3回にわたってやってきたゲームオンさんとのコラボ動画、今回でついにラストです。ということで、ジャガンというボスに4人で挑んでいきたいと思います。パーティーメンバーは前回と引き続きなんですけど、実はこのジャガンというボスと戦うにはレベル30前後必要ということで、今回はちょっと収録時間の都合で特別にゲームオンさんから4人分のレベル30のキャラクターデータをご用意いただきましたので、それを使ってみんなで遊んでいきたいと思うんですが、ということはですよ、ちょっと都昆布じゃなくなります。ちょっと事前に用意していただいたキャラ名があったので、今回は違うキャラでやっていきたいと思うんですけど、まあ楽しくやっていきます。では行きましょう。ということで、パンケーキとなりました。皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、前回から引き続きバーサーカーのうどんさんとデビルハンターめいちゃん、バトマス筋肉さんということでやっていきます。ちょっと僕は全然違う名前になったんで、パンケーキのパンちゃんとしてちょっとやっていきます。食べ物なんですね。パンちゃんです僕以外全然喋ってくれないっていう。さっきまで結構盛り上がってたんですけど一回あのクールタイム挟んでしまうと、まあでも今回はね、ジャガンというボスに挑みますんで、めいちゃんあたりは一回ちょっとお亡くなりになるかなって思ってるんですけど神倉庫のメイとしてスリルが好きっていう。スリルが好きなんです、私。ちょっとスキルとかもパワーアップしてるので、まあちょっと試しつついきます。ゴー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 。わあ、もう怖いじゃん。ハードハードで入場。怖っ、ハードモード怖っ。やだだろうな。さっきちょっと前、ミヤコンは1回しか死んでないですからどうやパンちゃんゲームうまい、うん、パンちゃんに守ってもらおう。いやいやいや、そうですね、うん、ついてきます。守れないんで、とりあえず特攻隊長はね、うどんちゃんなんで。うどんちゃん任せてくださいよ、心強い私にも任せてください、特攻隊長として。あ、いや、うん、すごい怖い。やばいやばいやばい、あ、なんかいっぱい混じる。あ、ちょっと、やばいやばい、いっぱいいるんだ。入れよう。やばい、いっぱい召喚できる。敵だと思って。めっちゃ出てる。うちの子です。え、これ敵じゃないのか。あ、このお花と燃えてるのと、このでかいのうちの子です。バレリーちゃん、ごめんなさい、お花一回売っちゃいました大丈夫です。パンちゃんがめっちゃ強い説ある。さすがパンのもの、うん、扉が開くのもいちいち長くなっている。ゲームあるあるです。ゲーム後半に行くにつれて演出が凝り始める。でも怖い。怖い怖い、なんか、あ、いきなりなんか絶対出てくるからな。パンちゃん先行ってよ。いや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 。もうどう見てもうどんちゃんの方が強いじゃないですか。見た目が、あ、ええ、まさかもうボスなわけないですよね。なんか強そう。偉大なる安息の地を汚すでは。いや、安息の地じゃないっしょ。怒られた。どう見てもみんな安らかではない。どう見ても、あ、やばい、なんか強いのなんか出してきた。やば、なんだなんだ、どうやろう。あ、やばい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 、あ、ちょっ
待って、なんか変なの出た、変なの出た、危な、待って、全然削れない、なんか吹いたよ、怖っ、やばい危ない危ない、え、これめっちゃ暗い、待って、あーこれちょっと待って、これ範囲広すぎません？やばい、出血してるし、本当にハードだわ、危ない危ない、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って、一旦下がるよ、すまねえ、痛い、ちょっと、あ、待って、詰める詰める詰めろ、おー、やった、ナイス、あこれってボスですか？この後にまだいます？まだまだいる？ちょっと意味が分かんないな。まだまだいる。まだまだ。強き魂者だ。だってあの範囲攻撃で一発でしたわ。2000食らってましたもん。資格を持つ魂者。1700しか HP ないんですか？いやそうなんですよ。耐えられないんですけど。耐えられないんですけど。どうしたら？あ、なんか落ちてる。アイテム拾え。左にアイテムがあります、ね、なんかありますね、吹いちゃった作動ランタンを持って一番の役割、あ、何それ、え、何これ、何これ、ハムちゃん、なんか急に SF チックな、みんなちょっと走るの早くないですか、なんならランタンで走るの遅くなったの、強っ、あ、ちょっと待って、ハンちゃんめちゃめちゃ強い、めちゃめちゃ強い、それずるくないずるい、一人だけずるいしちゃダメです、めっちゃ強い、え、すごっ、10ってなる10ってなるってバーナーみたいな、やばっ、おお、え、面白い。このランタンずっと持っていいの？持っていけるんですかね、中まで。どうですかね。あ、おお、明るくなった。あ、ランタンもうない。え？あら。そっか、もう明るくなったもんな。闇だけか。ハムちゃん、あれここなんかトレーダーで見たことあるぞ。役立たずになってしまう。お、すごい綺麗。めっちゃかっこいい。あ、びっくりした。これ普通に怖いですよね。確かに。めっちゃいい。やばい、なんかアトラクションやってるみたいな。ただもうちょっとランタンないんで、いや僕たちならね、そうですよね、体を張っていく、特攻するんで、特攻するんで、あ、なに、あ、びっくりした、動いてる動いてる、はいはいはい、よろしく、痛い痛い、ちょっと待って、一発が痛い、死ぬ、ちょっと待って、え、これ、え、一発がでかくないですか、しかもちょっと待って、範囲が広い、範囲が広い、
ちょっと待って、ちょっと待って。うどんちゃん頑張ってる一人で。やば。あ、気絶した。パンちゃん気絶してます。あ、オッケこっちに来るのやめてもらえません？こっちに来るのやめてもらえません？待って、うどんちゃん一人でやって、あ、やばい。待って、無敵とか出るんだけど。無敵とは？無敵とは？無敵とは？え、痛い。ちょっと待って、この人、来ないで。また追い詰められてる。みんなで竹を取るんじゃ。やばい。あ、パンちゃんやばい。逃げてくれ。あ、やばい。痛い。まずい。言いたい。あ、よし、なんだ。こっちの広い方に、逃げて。こっちに来るんじゃ。よし、こっちは終えました。すごいんすけど。え、もしかしてそっちの方が弱かったとかあります？もしかしたら。いや、でもどっちも強そうですけどね。あ、やばいです。もうあのピンチになるとドクドク言うのめっちゃ怖いんすけど。でもそうならないと思う。夢中になって忘れちゃう。そうだった、お、もうすぐじゃない。ちょっと待ってくれ。なんで？あれ、A ちゃんが。なんでそんなにこっち来るの？ディスタンス守ってちょうだい。あ、怖い。真ん中に逃げます。あ、倒した。オッケー。え、ちょっと疑問なのは、本当にこいつの方が強かったのか、うどんちゃんのさっきヤバかったのか気になる。いや、一人でずっとやった。あ、でも同じくらいなんじゃないですか、やっぱり。いや、そんな気しますよね。あ、種ある。あ、ここ。みんなでかがむのを。つい取っちゃう。気持ちのいい香りがそよそよと立ち込める。素敵ですね。種を探して3点。すごい旅してる。怖い。ああいうのも弾道の下手があるの。うわ、怖い。え、ちょっと待って、今なんか食らってる。筋肉さんが。え、待って。これ壊すの。いや。ちょっと待って。そんなん聞いてない。あ、ジャンプ。あ、そういうこと？いや、これはやばい。あのね、クールタイム10秒なんですよ。やばい、死につきして。あ、これじゃない。あ、そうそう、そんな感じ。あ、で上がる。さよなら。怖っ、めっちゃ怖っ。こういうこと？やばい。だ、こりゃ。さよなら。ひどい。あ、やばいわ、なんか、やばい。やばい。ジャンプ。あ、やばい。待って。ここで戦う。なったぞ。
いや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 、近いでござる、近いでござる、逃げるでござる。なんか範囲来た。これあれか、みんな腕か、腕か、腕か、腕を、あ、いやいやいや、待って待って、腕でさ、腕で右腕、右腕なんですよ。なんか交互に来る。え、腕にダメージ入ってるんですかね。あ、やられたわ。やられた。金ちゃんの前方がすごい。やられたわ。やられた。ないですよ、前。あんなに頑張ってたのに。おお、落ちた。逃げろ逃げろ。まだか。まだ絶対生きてるやつじゃん。やったか。やだやだやだ。あー、これちょっと待って待って。ちょっと待って。敵だ。めっちゃいる。めっちゃいる。まだめいちゃんがスリルのある戦い方を。あたたた。スリルを求めて撮影に。あ、金ちゃんが、あ、やばいやばい。あ、ちょっと待って。うまいっす、うま。後からうまんな。どっちも。あ、ナイス。これはちょっと怖いな。なんだなんだ。来たよ。これ敵か。あ、敵か。敵だ。めっちゃ来てる。なんだなんだ。おら。出る。オーシャンとかが出る。怖い怖い。うん。これよくある。最後はすごいやばいやつ。おお。なんか焦ってると技忘れますか。あ、いるもん。怖い怖い。なんか4人ともすごい冷静ですけどね、見た感じ。まんじりと思ってるよ。まあいっかみたいな。さあ行くぜ行くぜ。で、俺右腕いきますよ。じゃあ正面任せろ。ちょっと待って待って待って、はい、痛い痛い。あれあれ、どうなったどうなった。あ、自分のキャラを見失ってました。あれ待って、今噛みついた。どこにいますよ今。僕右腕の下にいます。あ、意外と下行ける説ですね。あ、やばい。案外顔の下とかそんなに大丈夫かもしれない。そうっすね。いや、危ね。あ、意外とここ平気かも。本当に真正面いけるかも。
やったか。左。ツボ？まだあるの？なんか頑張ってるか。頑張ってた。頑張ってた。パンちゃん早い。やばいやばい、ちょっと待って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 。あ、動いた。スペースで、あ、いや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 、ここで来るのね。当てろ。やばいやばいやばい、してやるぜ。あ、待て待て、なんか来てる。なんかこれ来る、なんかこれ来るよ。なんか来てる。待て待て待て、なんか来てる。来てない。いや、やばくない？やばい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 。やばいしか言ってない。なんか、あー、痛い痛い痛い。痛い。やばい。まずいですよ。いやー、なんかこれ、なんか。あー、いや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 。いやいやいや。もう少しですよ。あと、で、4本。やっけて。待て。怖い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 。あー、痛い。でも、みんないい感じ。これちょっと待って、これちょっと待って、でも竜巻痛い。これはちょっと避けれないやんか。避けれないやん。ちょっと避けられないですね。あ、痛い痛い痛い。おまけです。あともうちょっと、あと3000ぐらい。あ、おお、おお、え、でもこれまだあるやつだ。回します。怖いよ怖いよ怖いよ。完全になんかマリリーンがスタメンに見えるんだけど。なるべくずっと出したい。マリリーン、マリリーン、安心感がある。安心感ある。見た目に安心。チェックされた。はい。え、なんか赤い。嫌なことだな。体のジャガーの体の下にこういう、はん、移動すれば炎攻撃を回避。あ、そういうね。あ、これないじゃん。やばいやばいやばい。ないじゃん。回避できることないじゃん。あ、この途中で出てくる注意事項いいから。お腹の下にいるのが安全かもですね。お腹の下。あ、これ。あ、これ。あ、ギリ、ギリ、オッケー。あ、あ。体の下、いや、知ってるのよ。さっき聞いたのよ。さっきやばいやばい。さっきも聞いたのよ。あ、この時攻撃当たんないですね。マリリン。あ、これね、これね、ちょっと範囲広いのよ。やばいじゃん。あ、ここ、ここギリセーフじゃん。水二本よ。いけるいける。
なんちゅうことなんちゅうことなんちゅうことあれ、もうちょっと、もうちょっと、いけなんちゅうことおどうしたどうしたお、どうしたまた左乗ればまだあるやればいいんだクリアしたいそうですねあ、いけたしんちゃんだ何してるあれあ、え、これはおこれ勝ったのではえ、水最後は水水え勝ったらしいっすよ勝ちおおよし勝ったぞやったーやったーやったクリアしちゃったありがとうございますありがとうございますうどんちゃん、めいちゃん、きんちゃんお付き合いいただきましてなんだこの、なんだこの感じいやでも途中どうなるかと思いましたけどいけましたねいけましたねいけましたねやばい、楽しかったでは、見てくださった皆さんもありがとうございました。ぜひロストアークで楽しんでください。ということで、なんかすごい久しぶりにネトゲをやった感があります。なんかこんな、もちろん今回4人でパーティー組んでるのも今回が初めてなので、そういう方たちとね、なんか一緒に冒険したりっていうのが本当面白いところだと思いますし、なかなか途中危ういとこもあったんですけど、その簡単にできないのもすごい楽しいところですし、まあ、ネトゲを遊んだことない人もねすごい楽しめると思いますので、これを機にぜひやってみてほしいなと思いました。でロストアークは9月下旬にサービス開始ということで、基本無料なのでぜひ皆さんもやってみてください。それでは皆さん見てくださってありがとうございました。